うのどうも皆さんこんにちは、ゆうたです。本日の企画なんですけども、ダーツ初心者に知っておいてほしい唯一のこと。最近ですね、ダーツの初心者系の動画をめちゃめちゃいっぱい出させてもらってます。なんで初心者系のダーツをこんなに出してるのか、初心者の人にどんなダーツの理論よりも上達法よりも絶対に知っておいてほしいっていうことを今回の企画でご説明させていただきます。思いを伝えると長すぎるので、早速動画の内容の方を行かせていただきます。僕そもそもダーツをしてるのあんまり好きじゃないです。好きじゃない理由として、僕よりもダーツ上手い人いっぱいいます。僕なんかが教えていいのかなっていうのがまず1個あるのと、純粋に恥ずかしい。自分なりに考えを持って練習されてる方っていうのがいっぱいいる。そういう方たちの邪魔をするっていう風になってしまわないかと思って、自ら教えるっていうことは普段してません。そんな僕の意思を覆してでも皆様に言いたい。ではなぜ初心者動画を撮るのかっていうのが、初心者ではまだ知れていないダーツの醍醐味っていうのを知ってほしいからです。実際ですね、初心者でもダーツは楽しいと思います。中級者だろうが初心者だろうが、ダーツそのものっていうコンテンツがめちゃめちゃ面白いんで、実際にね、仲間内で罰ゲームをかけてダーツをやるっていうのも楽しいだろうし、真ん中に1本入っただけでもそれは嬉しいし、ただ中級者以上になってから知れるダーツの醍醐味っていうのが存在します。僕は実際に中級者になった時に、ダーツの醍醐味っていうのを知れて、実際どっぷりハマって、プロになるまでもう走り続けたんですけど、中級者以上のレベルになると競技としてダーツを楽しむことができるようになってきます。心理戦っていうのができるようになってきます。クリケットで点数を取るのか、相手のところを締めるのか、そういう心理戦もございますし、あとは0-1の時ですね、上がりの時の1本、それを決めれるのか決めれないのかっていう心理戦も始まってきます。で、その中級者になった時の心理戦がめちゃめちゃダーツは面白くさせてくれるんで、それをね、皆様に感じてもらうために初心者企画っていうのをいっぱいやらせていただいております。以前ダーツライブ社さんの方で出したレーティングの分布図データっていうのがあります。これ数年前のものなんで、ちょっと今とは変わってるかもしれないですけども、大体変わらないんじゃないかなと思います。でこれが、ボリュームゾーン一番多いところがレーティング2から5までが全体の 60% 占めてます。いわゆる、初心者の方ですねが、6割もいるっていうことなんですけども、実際に、細かくいくとレーティング3の人が、18.9% とレーティング4の人が 16.08%、がっつりこう初心者の真ん中ら辺の人ですね。ダーツ始めたての人もこれぐらいから始まる人が多いし、ちょっと頑張ってる人でもこれぐらいの人が一番多いかなと思います。はい。でこの文法を見て、僕が思ったのが、もったいない。これがね、初心者の人が6割を占めてて、その6割の人はダーツの醍醐味である、心理戦、僕がもうどっぷりダーツにはまった、理由ですねっていうところを知らないまんまダーツを判断しちゃってる、もしくは頑張っててもまだそこを知り得ていないっていうのがもったいなくて、僕は皆様にね、どうしても知ってほしい、ここを楽しんでからダーツっていうものがどういうものなのかっていうのを判断してほしいと思っています。初心者のうちにダーツの全てを知ったと思わないでほしいです。ダーツはもうまだまだ広がっていくんで、初心者の方がね、ダーツの全てを知ったと思うなよみたいなそんな風に捉えてる方もいらっしゃるかと思うんですけども、そうじゃなくて、初心者の楽しみ、中級者の楽しみ、これ全く別物です。初心者の楽しみしか知らないのと、初心者の楽しみと中級者の楽しみ両方とも知ってるのと、じゃあやっぱり楽しみの幅が違うっていうことを僕はお伝えしたいだけなんで、もう皆様にぜひね、初心者だけの楽しみじゃなくて中級者の楽しみっていうのを感じてもらいたいな、初心者の期間っ
ってやっぱり長いじゃないですか。どう練習したらいいかわからない、頑張ってるのに伸びないっていう方いっぱいいらっしゃると思います。そんな中でね、少しでも初心者の方たちの中級者へ上がるお手伝いができればなと思って、初心者企画っていうのをいっぱいやらせていただいてます。なので、皆様一緒にね頑張りましょう。やめないでくれみたいな話ですもんね。はい、で、ちょっとごめんなさい、僕がいろいろね、いろんなことを喋りすぎたせいでちょっとわけわかんなくなってる方もいらっしゃるかと思うんで、まとめさせていただきます。もう全部をまとめると、ダーツの醍醐味っていうのは中級者から深くなってきます。なのでそこに行くまでは一緒に頑張りましょうっていうことが言いたかったです。僕らが、動画を出してる、初心者企画っていう動画を出してる理由も全てここにあります。はい、ということでね、実際に僕が教えるのも恥ずかしいし、コバもね、もともとプロのライセンス持ってるとかじゃないんですけども、もともとでもレーティング15ぐらいある子なんですけども、なんか僕が教えていいのかなっていうのは言ってました。僕もそういう思いです。で、実際にね、ダーツ、自分らよりも上手い人もいっぱいいるし、レッスン系の動画もいっぱい出てる。そんな中で、僕らもどうしても初心者の方を中級者にして、大事に知ってもらいたいっていう思いで、ずっと動画を出させていただいてます。で、嬉しいことにね、動画にコメントを依頼…ごめんなさい、コメント書いてもらってますね。普通にやばいですね。嬉しいことにね、動画見てくださった方、高評価をしていただいたり、実際にコメントを入れていただいてね、応援してくれる方もいらっしゃるんで、このまま頑張ってやっていければなと思ってます。で、コメントいただいたものに関しては、こちらも誠心誠意でしっかり返せるようにさせていただいてますんで、これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。皆様一緒に頑張りましょう。ちょっとらしくなくね、こんな感じになっちゃったんですけど、これからもご視聴よろしくお願いします。バイバイ。企画っていうのをいっぱいやらせていただいております。ゆうださんはその心理戦楽しかったですか？実際めっちゃ心理戦は楽しかったし、コントロールが難しかった。めちゃめちゃメンタルみたいな。メンタル、入れなきゃって思っちゃダメだみたいな感じですか？人によるのがそれでテンション上がる人と、なんかね、普通に対戦してて入れなきゃって思ってる時は入らないんですよ。入れなきゃって思ってる時は入らないし、これ外したら負けるって思ってる時も入らないし、なんか自分の気持ち的にマイナスな考え方が生まれてる時はもうまず入らない。本当にもうめちゃめちゃ集中してる状態、もう周りの環境も気にならない、周りの音とかも全然入ってこない、もうましてや対戦相手のこともあんまり入ってこないぐらいの時が、俺は一番調子が良かったね。なんかゾーンみたいなのありますよね。ある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 。もうその時ってもう多分自分がそこに入れること以外の何も考えてないし、ましてやなんかそこを狙ってることさえも多分結構無意識的になってくる。いや、そうですね。そうそうそう、グリップとかもう考えないですよ。そう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 、だからなんか自分のフォームが気になっちゃったりとかしてる時は入り込めてない時、アドレナリン出てる感じ。そうそうそう、楽しいよね。そこがね、なかなかね、考え方の引き出しを提供するっていう。そうだね、動画とかでも肘をまっすぐにしなさいとか、こうしなさい、ああしなさいって結構決めつけてる動画ってたまらない人の方が圧倒的に多くて、その人のね、骨格とか、筋肉量だったり身長だったり、なんかグリップだったり立ち方だったり、そういう条件を元にそうやって言ってるんだったらいいけど、何も見てない上でこうしなさい、それを自分に当てはめてやるっていうのはだいぶ危険かなっていう。なんか成長するどころか逆に下手になっていく可能性もあるかなって思ってる。あくまでもこうやってみたらどうですかっていう提供だから、あったらやってくれればそれでいいし、もう一緒に正解を探すっていう言い方が一番いいかもしれない。正解を一緒に探しましょうっていう。補足の方が長くなりそうだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。